のバースデートレーラーは10月6日7日に行われた日向坂46の全国ツアーハッピートレインツアー2023宮城公演のレビューをお送りします。ここは右方向です。ご存知の方も多いと思いますが、日向坂46は2019年の改名から早いもので、すでに5年。そして、このハッピートレインツアーはその歴史の中で3回目の全国ツアー。本当に時が経つのは早いですね。日向坂46は秋のツアーが定番になってきました。毎年9月から11月までの間に各地を回ってきましたが、2023年は8月30、31日の大阪公演を皮切りに、9月は横浜、愛知、10月は宮城、福岡と続いていくスケジュール。途中、愛知公演ではサプライズで12月に横浜追加公演が発表されました。さて、私はいつものように推しメンの山口春代さんと宮地すみれさんのオリジナル推しメンタオルを制作しました。さらに今回は宮地すみれさんと渡辺里奈さんのコンビすみりなのタオルも制作。そして今回のトレーラースキンはそのタオルのデザインです。ツアーも中盤を迎え、ネタバレ情報が散見していましたが、それでも現地でのライブの興奮にはかなわない。実際のステージの前でリアルタイムの感動は本当に格別です。この宮城公演1日目で感慨深いことに、私のひらがなけやき日向坂46のライブ参戦が20回目の節目を迎えました。初めてひらがなけやきのライブに足を運んだのが2017年12月。それからの日々、彼女たちの成長とともに私も多くの感動を経験してきました。しかし天気の方はそれほど味方してくれませんでした。1日目は強風により気温が20度を下回る肌寒さ。本来外に出るはずだったメンバーの旗や縁日ブースは中止となり、ファンクラブブースは屋内へと移動。私も車の中でゆっくりと時間を潰しました。翌日は天気も持ち直し、ファンクラブブースや上り旗、縁日ブースも復活。会場周辺はファンでにぎわっていました。ファンクラブブースや縁日ブースでは豪華なオリジナルグッズが当たる抽選会やゲームが楽しめます。私も縁日ブースでのゲームに挑戦。結果は、今年はちょっと運が足りなかったみたい。去年は川田ひなさんの特大アクスタが当たりました。さてさて、会場に入る時間になりました。今回の座席にはちょっとしたお話があるんですよ。2公演ともスタンド後方の前列で、ファンクラブ1時で1日目、2時で2日目と当たったんですが、どちらも左右の違いで同じような座席位置でした。普段だったら少なくとも1回はアリーナかなと思ってたのでちょっと意外でした。でも積水ハイムスーパーアリーナはキャパ7000人のコンパクトな場所で、どこに座っても見やすかったのはありがたかったです。そういえば日向坂46のライブはどの座席からでもその魅力を存分に感じられるのが特徴ですよね。スタンド席に当選してちょっぴりがっかりなんて思っていたのですが、日向坂46のライブには予想外のサプライズが隠れていることも。
験時間が近づいてきました。影慣れは3期生の高橋三國さんと4期生の石塚玉木さん、2日目は山口春代さんと平尾ほのかさんの鳥取コンビ、宮城公園では音声収録のお知らせを影慣れで伝えていました。音声収録の用途はライブ中には明かされませんでしたが、11月8日リリースのセカンドアルバム脈打つ誕生のボーナストラックにこのライブの音源が入るかもとちょっと予想してみたり、4期生と先輩たちのコンビが影慣れを担当するというのも新鮮で、その後のオーバーチャーはもう盛り上がりました。マスクのルールも変わって大きなクリアな声援がメンバーを迎えました。オープニングはダンストラックを経てアディショナルタイムから、川は流れるでは2部あかりさんが休養中のため、山口春代さんが2部さんのポジションで参加していました。 MC の後は君しか勝たんドレミソラシドというラインナップで会場は一気に盛り上がりました。途中帰省曲やカップリング曲のコーナーに差し掛かるとまさかの瞬間が、最初がっかり席と感じていた私のスタンド席がまるで運命のように神席と化しました。3期生曲では両日とも3期生4人がトロッコでスタンド席までやってきたのです。私の席はまさにトロッコ通路のすぐそば。3期生の上村ひなのさん、高橋三國さん、森本マリーさん、山口春代さんが順番にトロッコに乗り、その姿を間近で見ることができました。特に森本さんは私たちファンに向かってトロッコから身を乗り出し、大きく手を振りながら通り過ぎていきました。その距離感、まるで手を伸ばせば触れられるほど、超感動的なサプライズです。私は山口さんに気づいてもらおうとオリジナルタオルや自作のヤキュンぬいぐるみでアピール。初日、山口さんはちょうど反対側を向いていたので直接のレスはなかったです。それでも少し離れたところからでも視界には入っていたはずなので、気づいてはいたと信じています。しかし2日目、ついに私と山口さんの目が合い、感動のレスをいただきました。トロッコ通路のすぐ前ということで、私の目の前にはメンバーの足が。今回は3期生4人と牛尾紗理奈さん、斉藤京子さん、金村美久さん、清水梨央さんの美しい足を間近で見ることができました。そういえば以前のライブでもトロッコのすぐ下の席でメンバーの足を間近で見た経験が。なんというか、私最近メンバーの足がすぐ近くで見える席に当たることが多いんですよね。ツアー開始前、日向坂46セルフドキュメンタリーの4期生編で、4期生年長組が日向坂46としてのアイデンティティについて語っていました。グループの一員として溶け込めていないと感じていたり、ファンからの評価という重圧や、前後して加入した乃木坂5期生と桜坂3期生との比較、その中で今の4期生が感じている不安や葛藤、その真摯な思いが明らかになりました。この真摯さは過去のひらがな欅の楽曲期待していない自分を通じて、今の4期生にも強く感じられるものがあります。一期さんの初期の苦労と4期生の今の葛藤、この2つが重なり合い、涙が止まらない瞬間となりました。そして2部あかりさんがセンターの楽曲ワンチョイス、このツアーでは2部あかりさんが休業中で、その代わり4期生の正源寺陽子さんがワンチョイスのセンターを務めています。またセンター横には卒業した影山優香さんの代わりに宮地すみれさんが立っています。
この大役を任された2人の4期生、そのプレッシャーは計り知れませんが、その中での彼女たちの頑張りは実に感動的でした。日向坂46のライブは物語のようなストーリー仕立てが魅力。今回のツアーも感動のストーリーが織りなされていました。宮地さんについては彼女のこれからの活躍に期待大です。昨年の紅白で披露されたライブのハイライト、キツネって後半戦がスタートしました。前述のワンチョイスや定番の爆上げ曲で盛り上がった後、アムアイレディーではセンターの上村ひなのさんがバルーンに乗り、会場全体に愛を伝えた後、本編は幕を閉じました。アンコールでは誰よりも高く飛べで再び盛大に盛り上がり、ペンライトで会場を虹色に染めるジョイフルラブでグランドフィナーレを迎えます。しかし初日は会場が満席にならない少し寂しい虹となりました。スタンドの一部が暗幕で覆われており、公式には発表されていませんが、約800から1000席程度が空いていたのではないでしょうか。2日目は満員となりましたが、金曜日の開催であったにもかかわらず席が埋まりきらない状況でした。福岡公演は土日開催にもかかわらず2日間とも完売しなかったそうで、仙台より大都市であることを考慮するとさらに意外でした。と同時に関東、関西の大都市圏以外の地方開催の課題が浮き彫りになりました。具体的な福岡の状況は不明ですが、宮城の初日がこれほど多くの席が空いていたことは、メンバーも私たち地元のお日様にとってもショックでした。今回の全国ツアーはライブの内容やファンとの一体感は他のグループに劣らないものでした。しかし近年のライブは従来のエンターテイメント性が薄れ、楽曲とパフォーマンスを中心に据えた形式になっています。既存のファンには良いかもしれませんが、新しいファンを引きつけるためにはもう少しエンターテインメント性を取り入れることが必要ではないでしょうか。また各地での公演前には地元のグルメを紹介するなどのプロモーションも考えられます。メンバーが各地を街ブラしたり、地元出身のメンバーがグルメや観光スポットを直接現地で紹介するなど、乃木坂46では行っていたので、そういったことは見習うべきでしょう。また地元メディアとの連携したプロモーションも以前は乃木坂はやっていましたので、こういったことで地域のファンを増やすことができるでしょう。さらに販促という意味では、一般販売はローチケのみに任せず、地元イベンターにも一定の枠を与え販売委託するのもありかと思います。今回の会場、積水ハイムスーパーアリーナは交通のアクセスが良くないため、より多くのファンが参加しやすい環境を整える必要があります。開演時間や終演時間の配慮といった課題がありますね。今後のツアーではこうした点を改善して、もっと多くのお日様に楽しんでいただきたいと思います。最後に宮城公演の結果に懲りず、来年も再び宮城を訪れてください。次回はより多くのファンと共に素晴らしいライブを楽しみたいと思います。いつかキャパ4万5000人の Q&A スタジアムをお日様でいっぱいにしましょう。